広岡博カは、大阪府大阪市安倍野区出身のプロ野球選手、宇藤右内、読売ジャイアンツ所属。大阪市立縄城小学校の4年生時に、オール・松原ボーイズで公式野球を始めた。その前はスノーボードに夢中だった。市立昭和中学校への進学後も、オール・松原ボーイズに所属した。第42回日本。 少年野球全国春季大会では、大会直前に父が亡くなったが、首相としてチームを引っ張り全国制覇を成し遂げた。15U アジアチャレンジマッチ2012では、小笠原慎之助らと共に日本代表に選ばれた。智弁学園高校に進学し、1年春からベンチ入り。秋にはレギュラーをつかむと、第86回選抜高等学校野球大会では、 初戦の三重高校戦では4番を、佐野日大高校戦では1番を打った。2年時の第96回全国高等学校野球選手権大会では、初戦の明徳義塾戦で9回に、本塁打を打つが、4から10で敗れた。新チームでは、キャプテンとなり、遊撃士を任せられるが、3年夏の奈良県大会は、甲子園に出場した天理高校と2回戦で当たり、敗れた。 高校通算25本塁打。野球部には1学年先輩に、後にプロでもチームメイトとなる岡本和馬がおり、1学年後輩に村上少女がいた。2015年10月22日に行われたプロ野球ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズから2巡目で指名。契約金五千万円、年俸六百万円という条件で入団した。背番号は十六。 2016年はフレッシュオールスターゲームにイースタンリーグの監督推薦選手として出場した。9月29日の対横浜 DNA ベイスターズ戦に、8番遊撃手として先発出場し一軍初出場を果たした。2回表1死1点3塁で迎えた初打席でこの試合が現役最後の登板になった三浦大介から一軍初本塁打を打った。 セリーグにおける高卒の新人野手による n p p 1軍公式戦での初打席初本塁打は1960年の高木森道以来56年ぶりの快挙であった。チームのレギュラーシーズン最終戦だった10月1日の対広島東洋カープ戦にも7番遊撃手で出場し2試合を通じて打率4291本塁打。 三打点という成績を残した。イースタンリーグ公式戦には113試合へ出場し、リーグの規定打席に到達。打率218、リーグ最多の114三振、失策26を記録する一方で、チーム唯一の二桁本塁打を打ち、チームトップの47打点を挙げた。オフの10月12日に第1回。 WBSCU-23 ワールドカップの日本代表に選出された。11月7日のオーストラリア代表との決勝戦で3点本塁打を記録している。最終的に優勝を果たした。11月22日、推定年俸630万円で契約を公開した。2017年は11試合へ出場し打率、251打点の成績を挙げた。 チームのレギュラーシーズン最終戦だった10月3日の対読売ジャイアンツ戦では7番3塁手として先発出場し3打数に安打を記録。オフに70万円増の推定年俸700万円で契約を公開した。2018年は7番遊撃手として自身初の開幕戦先発出場を果たす。 4月7日の対読売ジャイアンツ戦では5打数5安打2打点を記録したが、その後は不審に陥ったものの45試合出場打率209本塁打に10打点を記録した。オフに170万円増の推定年俸870万円で契約を公開した。2019年はオープン戦の好調を受け7番 遊撃手として2年連続の開幕戦、先発出場を勝ち取るも打撃に苦しみ、6月13日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦において、1969年の浜村武史以来となる開幕41打席連続無安打という不名誉記録を50年ぶりに記録した。同14日の対埼玉西武ライオンズ戦でシーズン初ヒットを記録して、 以降は再び遊撃種と三塁種としての先発出場が増えた。9月は月間打率333を記録し本塁打を重ねていき、9月22日の対巨人戦で自身初の2桁本塁打を達成と長打力を見せた。序盤の不振もあり打率は203に止まったが243打席で33式を選び、 出塁率は打率より一割以上高い。三百十九となるなど選球眼の向上も果たした。オフに六百三十万円増の推定年俸千五百万円で契約を公開した。二千二十年は遊劇種、三類種のアルシデス・エスコバーが入団したこともあり、代打などでの起用が中心となり八十七試合の出場となった。また、二塁手や外野手として 守備についたこともあった。最終的には打率215、8本類打15打点、4盗塁を記録。オフに100万円増の推定年俸1600万円で契約を公開した。2021年3月1日に田口レートとの交換トレードで読売ジャイアンツに移籍することが発表された。背番号は32、開幕は2軍で迎えたが、 4月1日に1軍に昇格した。上旬のうちには2軍降格する予定だったものの、チームで新型コロナウイルス感染者が発生したことにより、一転して1軍に残留。その後、4月13日の中日ドラゴンズ戦では、7番、一塁で、先発出場すると、同点の7回西死の場面で、王の雄大から右翼へ移籍後初本塁打となる。 勝ち越し本塁打を打ちこれが決勝点となりチームの勝利に貢献した。以降もアピールを続け、4月は16試合に出場し、打率259、1 25本塁打の成績を上げていたが、26日に出場選手登録を抹消された。2軍では主に遊撃として起用され、声優劇手の坂本隼人が負傷離脱したことも受けて、5月11日に再度1、 軍に合流した。5月6月は打率1割台と調子を取り戻せず、坂本の1軍復帰後の6月15日に出場選手登録を再度抹消された。2軍調整の間、2試合連続本塁打を打つなど、好調な様子を見せ、30日に1軍に合流。広角に打ち分ける技術があり、リストが柔らかくスイングの速さとパワーが魅力。 50メートル走6秒2の脚力も持つ。一塁や二塁、遊撃などを守れるユーティリティプレイヤーの面も高く評価されている。将来の右の大砲候補として、巨人の監督、原達則からは、近々未来、必ず主力選手になってくれると思っていますと期待をかけられている。ありがとうございます。